題は京都の方言クイズです。場所によって意味は同じでも言葉が全く変わるのは面白いですよね。あなたはわかるでしょうか。問題は全部で5問出題します。制限時間は10秒です。ぜひ全問正解目指してみてくださいね。それでは問題です。1問目です。いけずなお人やは標準語で言い換えてみてください。終了です。正解は意地悪な人ねです。いけずというのは京都の方言では意地が悪いや意地悪といった意味合いを持ちます。そのためそんな意地悪しないでというような表現になります。基本的に相手に対して甘えるような表現になります。着物の似合う綺麗な京美人に言われたらうっとりしてしまいますね。2問目です。どないしたん？これは標準語に言い換えるとどうなるでしょうか。終了です。正解はどうしたんですかです。こちらは疑問形として使用される言葉で、標準語と比べてみると少し柔らかい言い回しになっていますね。3問目です。お母さんいいひんよ、標準語で言い換えてみてください。終了です。正解はお母さんいないよです。京都の方言は母音を引き伸ばして発音するものが多いことが特徴です。このいい品はそういった特徴を持っている京都の方言の一つです。意味としては人がいない、存在していないといった不在を表現する際に用いられる言葉です。また帰宅していなくなってしまった際にも用いられることの多い表現です。4問目です。安静してな、標準語に言い換えてみてください。終了です。正解はお大事にしてねです。主に健康などを気遣ってのお大事になさってくださいの意味合いで使われる京都弁です。安静してなや安静しいなは気をつけてね、もしくはお大事にしてねという意味を持ちます。安静は
養生と同じ言葉回しとして京都地方での日常場面に用いられます。またうまく、上手にという意味もある言葉で、相手に対して物事をうまくこなしてほしいなど依頼するときにも用いる言葉です。5問目です。最後の問題です。純粋なお人やな。これは標準語で何と言い換えられるでしょうか。終了です。正解は、はっきりしない人だなぁです。この純菜というのは、もともと食用の草のことで、ぬるぬるとした性質を持っていることから、京都弁においてつかみどころのない、はっきりとしないといった意味を持っています。そういったことから、純菜なお人やなぁというのは、物事に対してはっきりしないためにイライラしていることを表す言葉となります。今回は京都の方言に関するクイズでした。方言の中でも京都弁は人気の方言ですよね。この他にも様々なクイズを配信してますさかい、他の動画もチェックしてみておくれやす。なんちゃって。ぜひコメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。